もし僕が僕で動かないような時は救急車を、いやもちろんそうならないよ、バッチリ練習してきたつもりなんで行きましょう。せーの、いや見た、完璧に見えてきたけど、いやよかったよかった、とりあえず見えてるみたいなんで、やっぱり最初に今日は大技やった方がいい感じ。 OK、 今度もっと高い位置に立ちますから、今度立つだけだけど、なんとこの上に板を置いて立ちます。おお、すごそうじゃないって思った人いますか？もうだったら嘘でもテンション上げてほしい。もう一個増やして、さらに高い位置に立つんで、今度この上に板を置いて立ちます。おお、よかった。じゃあさすがにいきなりここまでやるから、乗れた瞬間もっと大きな拍手期待してもいいでしょうか？やっぱり持ったまま乗った方が目立つんで、持ったまま行きましょう。しかも2本、なぜなら1本切りそうなんで。じゃあいきなりここまでやっちゃいますね。もちろん3で乗るつもりでした。 OK、 思い切って3でいきましょう。1 2 3 4。おー、できたできた、そば走ってて答えない、前を向くことけど、それもっと怖いよ。でもする、いけ、はっ、あ、怖い、はっ、はっ、あ、一瞬できた。そしたらみんなすごくいい感じで応援してくれてね。もうこれはファイヤーショーいい感じでいけるんで、ありがとうね。じゃあ技が決まった時はみんなでよろしくお願いいたします。ただいつ技が決まったか、こういったやつ分かりづらいですよね。なんで後で自分お辞儀するんで、その時皆さんでよろしくお願いいたします。まずはさらに不思議な技やってからいこうよっ。お、その拍手歓声に応えて、自分の中で一番難しかった指の動きする、できるか、いけ、あ、ありがとう。1 2 3。やっぱりちょっとさっきのと全然こっちの方が反応良くないですか？やっぱりこれが盛り上がりますよね。今高く上がった時、みんな自然とおーって声出してくれた、その高く上がった時の声、コマ高く上がるほど大きくなる人の影響、盛り上がっていきましょうね。さらに高く、上げやすいんで、皆さんもっと高く上がったところ言いたいでしょうか？ ありがとう。ただみんなのテンションかなりバラバラです。やっぱりちょっとメインのパフォーマンスしないといけないみたい。3本の松明のジャグリングをすること、そしてこれだけ最初よりお客さんも増えてくれた、せっかくなんでスタートだけでもお客様と一緒にしたい。3本つける、1本僕に投げてもらう、すかさずキャッチしておくのもスタート。ちょっと大変危険な役割になるんで、できれば投げる役大人の方にお願いしたいと思ってる、できれば男性の方がいいんですが、じゃあそのままいいですか？で、次の世代を一緒に右斜め上向きましょう。そう、こっちの方お願いします。せーの、お、いい反応来てますよね。じゃあ次の世代お互いの目合わせましょうか。せーの思ったより見てる、よかったよかった。じゃあもう一個いこう。こっちの方がやってもらいやすいと思ってたんで、この帽子持っていただけると。で、今からその帽子目をかけて、自分お手玉いつジャグリングしながらボールを帽子に一個ずつ投げるから、全部帽子でキャッチを、もううまくキャッチできたら風船あげるんで、かわいい風船作るからね。じゃあこの状態からボールをこんな感じで投げるんで、あ、ごめん、ちょっと落としてしまった。ちょっと連続でもう一回やっても大丈夫、最初からでも。よかったよかった。じゃあせっかくなんで次本番ってことで、皆さん最初からでもいい、最初から、うん、こっからね、隣へ、お、ありがとう。左手ここで行きましょう。右足を前に、はい、右斜め上目を合わせる、絶
対決よね。いやーバッチリだよ。今日本当に初対面なんで、じゃあゆっくり投げるんでキャッチもよろしくお願いします。さあここからいくね。せーの、はい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 、お余裕じゃないですか。ここまで僕のパフォーマンス